どうも、りょうまでーす。今回もこちらのプレイする怖い話をやっていこうと思います。前回ね、前々回で、暗い森と、廃屋の女をやったので、今回は変わったバイトをやっていこうと思います。この仕事場のマスターっていう仕事に就いたのも、バイトがきっかけなんだ。学生の時、ここでバイトしてたの。楽しくってさ、これが僕の転職だ、なんて思ってそのままずっと働いてるの。あ、いいね、転職。君は変わったバイト経験とかあるのかな？今度僕に聞かせてよ。変わったバイト。俺のバイト先は少し変わっている。肺がんでいいのかな、これ。いきなり難しいの来たな。地下水などの侵食によって削られてできた洞窟、鍾乳洞。貴重な自然の遺産だが、町おこしの一環として観光名所になっているところも珍しくない。俺のバイトは、そんな風に観光名所化された鍾乳洞の受付、案内、警備。そんなバイトあるんだ。まあ一言で言うなら、雑用という言葉がぴったりだろう。鍾乳洞という変わった環境でのバイトだが、仕事内容は特別難しいことはない。入り口で入場料の徴収、注意事項の説明、パンフレットの配布。観光客もそれほど多いわけでもなく、外国人もたまにしか来ない。バイト仲間は年上ばかりで、恋人候補を探すには向いてないが、人付き合いの得意じゃない俺にはうってつけのバイトだ。人付き合いが得意じゃない自分にもこれなかなかいいかもしれないな、このバイト。このバイトを始めて1年と少し。フリーターの俺は週5で入っている。そんな俺でも未だになれないことがあった。なになに？それは、入場終了後の、鍾乳洞内の見回りだって、これ絶対怖いでしょう。しかもこれ一人でやるの、もしかして。誰もいない鍾乳洞の中を、担当者二人で見回るのが決まりになっているのだが、そうだよ、これさすがに一人じゃ結構危ないもんね。毎回俺と一緒に見回りに入る先輩、小林さんの怪談話が俺のやり気を削ぐのだ。小林さんは俺よりもずっと前からこの鍾乳洞で働いている。年齢は俺の父親と同じくらいだろうか。だから俺のことを息子のように可愛がってくれる。そのせいもあり、仕事仲間というより親子のような感覚だ。いいね、その感覚。小林さんの話す階段は、作り話だとわかるような、陳腐なものから本当にあったのではと思えるようなものまで様々だ。よく毎回違う話を用意できるものだと感心していた。なんでも昔は、小説家を目指していたそうだ。だからそういうお話とかね、作るの得意なのかもしれないね。だからだろうか、時折本当にゾッとするような話もある。鍾乳洞内の暗い雰囲気も相まって、見回りの仕事に支障が出るほどに俺をビビらせることもあった。未だに見回り中に思い出す話がある。それは、ここで？ちょっと待って、また一回セーブしといて、今選択肢多かったよね。ケーブダイビング中の事故、バラバラ殺人の会、迷いの、これそう？靴？どっちだこれ？臭い水。なんかね、タイトル的には一番ね、臭い水が気になるんで、臭い水で行ってみようかな。臭い水。この話を聞いた後、俺は気になって近所の図書館で当時の新聞を読み漁った。結論から言うと、小林さんの言っていたような事件が新聞に載ったという事実はなかった。つまりこの話は、小林さんの作り話だと言い切っていいと思う。というより俺はそう信じたい。自分の職場でそんなことがあったとは思いたくないからだ。その話というのは、小林さんがまだ新人だった頃、いつものように受付に座っていると鍾乳洞に入ったお客さんが、ハンカチで口を押さえながら走り出てきた。ちょっとあなた、洞窟の奥の方から変な匂いがするんだけど、もしかして有毒ガスとかじゃないわよね。ヒステリックのおばさんの苦情を聞いた小林さんすぐに入り口を閉め、同僚と共に鍾乳洞の奥へと向かっていった。何の匂い？おばさんの言う通り、有毒ガスなどが発生していたら一大事だ。それは確かに偉いこっちゃだよね。心もとないが一応マスクをして懐中電灯を片手に言われた場所へと向かったらしい。苦情の出ていた現場に着くとすぐに異臭に気がついたという、本当にじゃああれなんだ。匂いはしてたんだね。その場所というのは今でも公開されている場所だ。天井から一本の大きな鍾乳洞が垂れ下がっている名所で、
俺たちは鬼の間と呼んでいる。それほど広い部屋ではないが、大きな鍾乳洞とその真下にある地底湖の入り口は、ぜひとも多くの方に見てもらいた。え、見てもらいたいだよね、これね。そんなところが異臭が漂うなんて、原因が想像できなかった二人は本格的に有毒ガス説を信じ始めた。小林さん、こういう場合って警察に通報するの？それとも他の組織があるのかね？とりあえず警察かな。まあ、なんとかしてくれるでしょう。二人は、とにかくその場から離れようと道を戻ろうとした瞬間、ゴボゴボという泡の音が響き、思わず後ろを振り返る。地底湖の入り口は、たった今浮いてきた泡が弾け水面を乱していた。小林さん、見てきてくれませんか？なんで自分が一緒に行きましょうと言いかけた小林さんだったが、震える同僚を見てこの言葉を飲み込んだ。じゃあちょっと行ってきますから、後ろからも照らしててくださいね。恐る恐る揺れる水面に近づいていく。やはりと言うべきか、この異臭の原因はこの地底湖にあるようだと一目で分かったらしい。なぜなら、なになになに、なんか、死体が浮いてるとか、そういう話じゃないよね。ちょっとちょっと、これ、水が腐ってますよ。小林さんは声を上げた。普段は透き通り、底の底まで透けるような透明の水が今日に限っては、白濁と漂っていたのだ。小林さん、小林さん、水って腐るんですか？水そのものは腐りませんが、水の中の不純物が腐るらしいですよ。この地底湖の中に何か落ちたな。まさか、人じゃないですよね。自分も思いました、それ。だってこれ、人の可能性めっちゃ高いよね。それはないでしょう。僕たちがちゃんと出入り口の確認を取ってるんですから。じゃあ何でしょう。コウモリの死骸じゃこうはなりませんよね。ならないでしょうね。とにかく市役所にでも行って連絡を入れましょうか。僕たちじゃどうにもできませんから。結論を急ぐと、この後地底湖の底をさらうことになった。そして見つかったのは、おっかないぞなんだ。大量の小動物のフランシュタイだった。犬猫はもちろん、鳥やウサギ、果てはハムスターまでも沈んでいたのだ。なんで？そのどれもが首を折られた状態だったことから、何者かが故意に行ったことが伺えた。小林さんも含めた全職員が事情聴取を行われたが、全員白。不審な人物の出入り口もなかったことから、未解決のまま迷宮入りとなったそうだ。当時の職員たちは、みんな気味悪がり、多くの人が辞めてしまったらしい。いや、それは辞めるよね、こんなお話聞いたら。結局、真偽のほどは小林さんしか知らないのが現状だ。ちょっとした騒ぎになったと言っていたから、俺は地元の新聞を探ってみたのだが、最初に言った通り、そんな記事は記載されていなかった。かわいそうな動物たちはいなかったのだと信じたい。狂った異常者はいなかったのだと信じたい。きっといなかったのだろう。新聞には何も載っていないという状況証拠だけを信じるなら、それで片付く話だ。でも、俺も時々鍾乳洞の奥で嫌な匂いを感じることがある。この話を聞いてから考えると、あの匂いは、なんだ？なんか心当たりがあるってこと？ね？何？なぜ今日に限ってこんなことを思い出したかというと、今日は小林さんが休みなのだ。体調崩したらしく、休む旨の電話があった。通常の受付などの業務は何の問題もなくこなすことができた。だが最後に残った見回り。そうだ、いつもあれだもんね。二人で行ってるんだもんね。これ何、お休みした場合って一人で行かなきゃいけないの？やだよ、行くの。正直今でも一人で行くのは気が引ける。今この職場には俺しかいない。サボることも可能ではある。え、サボろ、サボろ、サボろ、ダメだよ、こんなん一人で行っちゃ。だって本来さ、これさ、あれでしょ？二人で行くやつなんでしょ？で、これ二人、あ、ね、一人で行くのは、なんかサボるとかじゃなくってね、これね、危ない、普通に。これは、悪いけど、ちょっとサボらさせてもらいます。今日は客の出入りを数を確認していたが、数字的に中に取り残されている人はいないはずだ。それに今まで取り残されたお客さんを保護したのも数回程度。あ、でもあるんだ、保護したこと。
今日は大丈夫だろう、大丈夫大丈夫。自分を納得させ、鍾乳洞の入り口に鍵をかけに向かった。ヒューッと鍾乳洞から冷たい風が吹く。夏でも冬でも鍾乳洞内は寒いのだ。確かにこういうところってさ、夏場でも結構寒いくらいだよね。自分何回かこういう鍾乳洞入ったことあるんですけど、夏とかに。え、寒いぐらいな感じでしたね。門を閉め、ガチャリと南京錠の鍵を閉める。これで誰も入れない。帰りにコンビニでコーヒーでも買おう。そんなのんきなことを、のんきな考えをしていると、鍾乳洞の奥から悲鳴が響く。だってちゃんと数合ってるから人いないはずでしょ。思わぬ出来事に俺は腰を抜かしてしまった。ありえない。僕には誰もいないはずなのだから。いやー、これでも帰ったらちょっと面白くないよね。悲鳴がしたってことは、もしかしたら数が合ってなくて、人がね、残ってる可能性もね、もしかしたらあるかもしんないから、これは安全のためにちょっと見に行こうかないけど、自分の持ち場で最善を尽くす。それが俺のやり方だ。おー、かっこいい。なんて言えば聞こえがいいが、何かあって自分の責任になるのが怖かった。はぁ、マジかよ、マジかよ。鳥肌が立つのは寒さのせいではなさそうだ。左手に懐中電灯、右手には出入り口の施錠用の鎖をぶら下げて歩く。近くからの攻撃に対しても瞬時にできるよう重心を低く保ち、肩の力を抜いた。それが正しいか無理性なのか知らないが、なんとなくその知識でポーズを取る。とりあえず鍾乳洞内の電気をつけているが、その消えてしまいそうな弱い光は逆に恐怖心を煽った。クソが、かかってこいよ。全員でかかってこい。なんかめっちゃ強気じゃん。思いつく限りの中から強そうな衣を並べてみるが、自分のちっぽけさを強調する結果となった。落ち着け、落ち着け、さっきの声じゃなかったかもしれない。そう、冷静に考えると勘違いだった可能性が一番高いのだ。そうそうそう、その可能性もね、まだ残ってますからね。鍾乳洞内は高い湿気に満ちている。手すりや電灯など鉄でできているものはすぐに錆びてしまう。そんな錆びた者たちが風に吹かれて泣いていたのかもしれない。だからそう、勘違い。可能性が一番高いことは間違いない。そうそうそうよ、そうよ。そう考えると今の自分の姿がやけに滑稽に思えてきた。てん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 。納得のいく回答が出て肩の荷が下りた気分だ。きっと一人きりという状況のせいで想像力がたくましくなったのだろう。そうそうね。そういうね、悪い掃除をしちゃうとね、大変なことなんかね、しちゃダメよ。どうせだから見回りを済ませて帰ろう。せっかくここまで来たのだし、そうすれば何も後ろめたいこともないまま気持ちよく家に帰ることができるのだから。俺はいつものように歩きながら右手の中にある無駄な鎖を持て余していた。ビビって持ってきたものの、よく考えたら武器の中でも難易度は高い方ではないだろうか。確かに。素人の俺が使えるとも思えない。鎖ちょっと武器としてはなかなかあれだよね。ちょっとした笑い話として小林さんにでも話したら楽しんでくれるだろうか。そのことを考えているうちに鍾乳洞内切っての難問、運命の分かれ道にたどり着いていた。鍾乳洞内にあれなんだ。分かれ道あるんだ。複雑に入り込んだ小道なのだが、あえて、で、案内の看板はついていないのだ。ここでは観光客に実際の鍾乳洞の怖さを味わってもらおうという演出になっている。え、鍾乳洞って何？怖さを味わわせる意味もあるの？まあ、毎日見回ってる俺からすれば何の問題もないのだが。さっさと見回りを終わらせよう。まずは、うーわー、こんなのまで選ばせれるの？マジで？でもこういう中で、右左ってあると、自分で利き手のね、だいたい右を選んじゃうんですよね。ということでね、ここはじゃあね、あえての左。いや、そう、左。迷うはずもない。まだバイトに入ったばかりの頃はよくここで迷ったっけ？これ何？なんか違うの？右と左で。そのまま進んでいくと、またしても左右への分かれ道。初めて来た時は、小林さんに置いてかれてなめなめになった記憶がある。それも今では懐かしい思い出だ。よし、次だ。え、また右左選ぶの？まあね、さっきちょっと左選んでから、今回ちょっと右行ってみるか。今度こそ本当の利き手で。一人で歩く鍾乳洞っていうのは、少し不気味だが、この自然の作り出した空間を独り占めできると思うと気分がいい。
俺の足取りは軽かった。お、最初あんなにビビってたのにすごいね。この迷路に迷っている空間は雰囲気作りにためにあえて照明を絞っている。あ、絞ったある。こうやって純粋に観光客と同じ目線で見ると確かに面白い。観光客ってちょっと言いにくいね。楽しんでいる場合じゃない。さっさと終わらせて家に帰ろう。今日は夜に古い映画が放送される。酒でも飲みながらそれを見るのが今日の計画だ。あら、いい計画。最後の分かれ道にたどり着く。また選ぶの？行くべきは？マジ？なんか今回選択肢があれだね。めちゃくちゃ多いね。ま、左右ってきたから、最後どうしよう。もう一回右で行こうかな、じゃあ。よし、ここは右だ。俺も随分と仕事に慣れたものだと感心する。やはり人間は継続さえしていればどんなことでもある程度まではできるようになるのだろう。いや、ほんとその通りね。あれだけ道を覚えるのが苦手な俺でもここまでできるのだから。入り組んだ道の先、たどり着いたのは、なんだあれか、あそこ？おっと、俺としたことが。どこで間違えたんだろう。誤った道を進んでしまったようだ。やはり一人で歩くのは初めての経験だっただろうか。来た、ん？出たな、行き止まりの小さな部屋だった。ここには小さな地底湖以外何もやるべきものはない。正面の壁に迷路の内の案内地図が提示してるだけだ。そうか、あそこ右だったか。しっかりと地図を確認し、行くべき道を確かめる。これでもう迷うことはないだろう。これだけ長いことバイト続けて、まだ道を間違えるなんて小林さんに話したら一生からかわれるだろう。これは俺だけど秘密にしておこうと決めたん。これはちょっとね、言わない方がいいね。京都になして、見回り再開と。なんだ今の？あ、びっくり、景色変わっただけか。くるりと体を翻したとき、流れ行く景色の中に赤い何かがあることに気がついた。真っ暗な空間の中で、それは真っ赤に輝いて見えた。ぽっかりと口を開いた地底湖の水面。その上に、ビニールでできたような光沢を放つ赤い靴が浮いていたのだ。あれ、靴？懐中電灯の光に照らされてぬるぬると輝くそれは特別異質な存在だった。子供用のもしくは少し大きめの人形の靴だろうか。いずれにせよ鍾乳洞などという変わった場所にあること自体がオカルトのような、オカルト話のような出来事だ。で、これ誰かが落ちたとは考えにくい。捜索届の出されたという話は聞いていないし、今日だって子供は来ていない。だとしたら、この靴はいつからここにあるのだろう。可能性の一つとして挙げられるのは、他のところから流れてきた説だ。この地底湖には水流がある。どこから流れてきて、どこへ流れていくのかは知らないが、きっと外の川と繋がっているところもあるはずだ。これ仮にさ、そっから流れてきたにしてもさ、靴って結構おっかなくない？そう考えれば何も不思議なことはない。まあ、不思議ではないけど、怖いよ。キャンプでもやっていた家族がいて、そこの娘が靴を流されてしまったのだ。まあ、それだけだったらまだいいけどね。それが巡り巡ってここへ浮き出た。このシーンだけを切り取れば怪談話だが、一連の流れを想像すれば何も怖いことなんてな。まあ、確かにそう考えた方が気持ちは楽ね。とりあえず回収して事務所に持ち帰ろう。こんなところに靴が浮いていたんじゃ、他にも驚いてしまう人が出てくるだろう。それに警官がぶち壊しになる。俺はしゃがみ込むと、柵の間から手を伸ばして真っ赤な靴を拾い上げた。テカテカテカルそれを掴むように持つと、軽く見回りを済ませて事務所に戻った。なんだ？何？無事帰れた？お、帰ってきた。おいおい、マジかよ、ついてねー。何？鍾乳洞の中は外部の音が聞こえない。だから見回り中は気づかなかったわが、外では雨が降り始めていた。雨だけならまだいい。どうせ家に帰ったらシャワー浴びる。で、眠るだけだ。傘がないのも問題ない。しかし、雷だけはどうにもつかない。最悪だ。雷置かないもんね。あの光と轟音は俺の体を縮み上がらせるのだ。遠くでゴロゴロと雷鳴が聞こえる。雲の流れでスピードを見ると、家に着く前に雷雲と遭遇してしまうのは間違いないだろう。
ならばいっそここで雷が止むのを待った方が賢いなのだろうか。小林さんがいれば迷わずとどまることを選ぶのだが、作業机の上に投げ出した真っ赤な靴が俺の気持ちを暗くしていた。最悪だね、ちょっとね。帰るか。今から本気で自転車を飛ばせば、本格的な雷雨になる前に帰れるかもしれない。それにいつ止むかもわからないのだ。いくらバイト先とはいえ、鍾乳洞の中で一晩過ごすなんてまっぴらごめんだった。これ事務所もあれなんだ。鍾乳洞の中にあるんだ。俺は鍾乳洞の入り口に南京常識の鍵をかけると一目散に家に帰った。帰り道に散々降り注いだ雨は、俺が家に着いた頃になって弱まった。水を吸った服は重く着ているだけで体力を奪う。俺はすぐにシャワー浴びると夕食も取らずに横になった。なんで？なんでご飯食べたらいいのに？お腹空かないの？大丈夫？携帯の振動が枕を伝って頭に響く。目覚ましに設定した時間だと思い、俺は大きく伸びをした。バイブ音が止まない。ふと携帯を手に取ると、目覚ましではなく着信によって振動していたのだと気がついた。これ職場からじゃないの？あ、もしもし。慌てて電話に出る。もしもし、僕だけどちょっと事務所が大変なことになってるんだけど今すぐ来れる？何事何事？電話の相手は小林さんだった。はい、今すぐ出ます。状況の飲み込めないまま、俺は二つ返事で了承した。行ってしまった以上すぐに家を出るしかない。俺がバイトに着くまでの大体の時間は小林さんにも把握されてしまっている。あくびを噛み殺し、自転車を立ちこぎした。これってさ、当日にかかってきたの？次の日？どっちだ？バイト先について、まずはじめに驚いたらパトカーが止まっていたこと？何やら物々しい雰囲気の警官たちが、小林さんと話し込んでいた。何があったんですか？自転車を引いたまま小林さんに尋ねる。ああ、おはよう。事務所に泥棒が入ったみたいなんだけど、鍵ってかけたよね。小林さんは困ったような悲しいような顔でそう尋ねる。きっと俺を疑ってしまう自分自身が嫌になるのだろう。小林さんは本当に優しい人だから。もちろんかけましたよ。確かにかけたのだから、そう言うしかない。だよね、見回りもちゃんとやったよね。やりましたよ。とりあえず状況を教えてもらえませんか？そうだね。あのね、朝来たら事務所の中が荒らされてたんだよ。警察が言うには、鍵をこじ開けられた形跡はないらしいの。つまり、荒らした犯人は、鍾乳洞の中にいたのかもねって。なんか怖いな、展開が。その話を聞いて、俺は少しゾッとした。俺が昨日一人で見回りしていた時に、犯人はすぐそばにいたのかもしれないのだ。そうでしたか。それで被害総額はどのぐらいなんですか？それがね、何にも取られてないんだよね。小林さんは困ったように頭をかいた。これあれじゃない？靴を探しに来たんじゃないの？取られてない？どういうことですか？聞かずにはいられない。そのままよ、荒らされただけで何も取られてなかったの。小林さんは嫌がらせかな？なんてつぶやいた。とにかく現場を見たくて警官の脇を通って事務所の中に入る。確かに事務所の中は荒らされていた。机が開けられポスターは破られ筆記用具が散乱している。昨日の見回りの時何か変わったことはなかった？いつの間にか隣に立っていた小林さんが言った。変わったこと、あ、思い出す。赤い靴のこと。小林さん、赤い靴って落ちてませんか？突然大きな声を出したせいで小林さんはびくんと大きく震えた。赤い靴？なかったと思うよ。何なのそれ？やはり。犯人が探していたのは赤い靴だ、やっぱり。昨日の見回り中、迷路の中で、奥の部屋で赤い靴を見つけたんですよ。それを持ち帰ってきたんですけど。それが見当たらないんだね。それだけ確認すると小林さんは警察の方へ向かっていった。何するんだろう。小林さんが何やら説明すると、警察官は釈然としない顔をして帰っていった。解決したのだろうか。俺が不思議そうな顔をしていると、小林さんはこれなんだ、言い難しそうにこう言った。
ごめんね。もう今回のことは忘れて。小林さん絶対なんか知ってるぞ、これ。無理です。すげえ、素直。だよね。その後事務所を片付けながら小林さんは話をしてくれた。それはまるで見回りの時に飾れる階段のような話。あの赤い靴は小林さんも見たことあるんだ。それだけじゃない。その持ち主とも会ったことがあるそうだ。僕がまだ新人だった頃ね、僕も拾ったことがあるんだよ、その靴。どうしたらいいかわからなかったから、とりあえず事務所の所有、取得物入れに預けたんだけど、拾ったその夜、僕が見回りを済ませて帰ろうとしたら、5、6歳の女の子が受付前に座ってたんだ。お兄ちゃん、お靴返して。女の子はそう言ったらしい。僕は言われるがまま返してよ、怖かったからさ。直感的に生きてる人間じゃないって分かったんだ。それから数年後、今度は前と違うところで靴を拾ったよ。その夜また女の子が現れた。こういう経験が今までに4回くらいあったんだよ。だからさ、僕はこう思うんだ。あの女の子は何度も死んでいるんだって。彼女が死んだところに靴が落ちる。それを誰かが陸地まで持ち帰ると、彼女はまた鍾乳洞の中に入っていくのさ。何を目指しているのか知らないけど、きっと鍾乳洞のどこかにゴールがあるんだろうね。小林さんは最後にこう付け足した。今度靴を拾ったら、事務所の外に置いておくということで。エンドに迷宮だって。やっぱり女の子の靴だったんだ。どんなに怖くても、やっぱり仕事は仕事だもんね。こんな夜の仕事してると、お客さんのいない時間帯とか、たまに嫌な空気流れることがあるんだけど、それでも働かないといけないなんて、大人って大変だよ。ほんと大変だね。はーい、ということでね、今回、結構長いお話でしたね。やっぱりね、なんかね、女の子のね、幽霊だと思ったけどね、やっぱりそうでしたね。でもさ、事務所まで荒らす幽霊って、やばいね。おっかな。ということで、じゃあ今回はここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。